どうもみなさん、ほか人間のバリーです。すいませんでした。動画が少し更新が空いてしまいました。別になんか YouTube 熱が冷めてたわけじゃなくて、もう他にやりたいことができちゃって、そっちの準備をねちょっとやってました。だからなんか食欲はあるんだけど、もう睡眠欲が強くて、今はもうとにかく眠いから今寝かしてくださいって、まあそういう状態でした。ということでね、ご報告なんですけれども、犬猫を売らないペットショップ、ネオペットショップ、まあ2年前ぐらいにお話ちょっとしたので覚えてる方いらっしゃるかな、何人かいらっしゃるかもしれませんが、まあ犬猫生態販売をしないペットショップ、ネオペットショップを始め、ました。それとね、僕はこうマラソン大会っていうのはね、こうエントリーしてから走る練習をし始めるタイプなので、来年のね4月にあるインターペット出展を、しようと思います。まあもちろん申し込み期限とかもあってさ、さすがにネオペットショップとして出店はできないかもしれないんだけど、今ちょっと協力してね、一緒にやってくれようとしている方とね、一緒に協力して出ようという話をしてます。もうというか出るつもり、出るとは言ってもね、もう僕のことをね前から知ってる方はね、重々ご存知だと思います。保護人間というか見切り発車人間です。なので、まだね何にも売るものも揃ってなければ、まだホームページもなけりゃショップも何にもありませんよ。うん。なので今日はね、このネオペット、犬猫売らないネオペットショップではどんなことやろうとしているのかっていうと、なんでこんな急に始めたんだよって、この2点をねお話ししていこうと思います。一応まあ2年前にね動画出して、そこでも語ってはいるんですけど、まあその時からね、まあいろいろこう考えとかも変わってるんで、アップデートとかもしてるんで、今日はお話ししたいんですけど、まずネオペットショップでねやりたいことっていうのは2つ、大きく分けると2つあって、それが B2B 事業と B2C 事業なんですよね。で、そのまあ B2B というのは要は法人向けのビジネスと個人向けのビジネスで両方やっていきたいんですよ。まずね、B2B、法人向けの、あの事業なんですけど、まあ要はね、法人向けのペットショップをやりたいなというふうに思ってるんですよ。あのね、最近ほら、社員犬とかっていうのもさ、まあ人気ではないにしても社員犬迎える会社っていうのもあるじゃないですか。なので保護犬を社員犬として迎えませんかっていうことで、まあ必要に応じてね、こう物件探しの手伝いから、何犬猫の見つけてくるところから、どういうふうに迎え入れるかっていう準備から、その後のフォローね、まあご飯どうする、しつけどうするとか、そういったところもフォローまでね、するトータルでサポートするっていうね、事業をやりたい。まあそれが一つ目なんの事業、法人向けのビジネスなんですけど、まあそっちでもね、B2C でも両方に絡んでくることが一個あって、まあそれはちょっとこれから説明します。でね、B2C の方なんですが、まあこれがね、いわゆる、前のね、2年前の動画でも説明した、既存のペットショップを、まあ買い取って、それを保護施設にリノベするっていうプロジェクト、事業ですね。うん。面白そうでしょ。だってさ、せっかくペットショップってさ、施設もあって人もスタッフもいるわけでしょ。それを何にも使わないのもったいないじゃん。だからそこを保護施設にリノベーションして変えていこうよっていうね、発想です。で、まあもちろん生態販売はしないんですけども、ロボット犬は売りまくりますよ。もうクリスマスデールだ、なんだほら、誕生日のプレゼントにどうですかみたいな感じでね、もうペットショップがやってることをね、オマージュというかね、こうちょっと皮肉ってパロディみたいな感じにしてね、はいどうですか、どこどうですかみたいな感じで、めちゃくちゃロボット犬を売りまくってやろうと思います。たださ、これを始めるのにはやっぱりこう資金もうお金もかかるし時間もかかるんで、まず年内に取り組みたいと思ってる。まあここがね、ちょっとアップデートされてるところですよ。あの2年前からアップデートされてるところなんですけど、まずやりたいのが輸入業なんですよ。で、B2B の方では輸入して、それを卸でメーカーさんに卸して、まあ僕はさ、何もデザインとかできるわけじゃないから、素材を卸してそれを作ってもらって、販売するみたいな、販売のお手伝いするっていうことが B2B でやりたいことで、 B2C の方はもう輸入ですよね。もう例えば海外のさ、ペット用品なんか面白いおもちゃとかさ、まあそういうメーカーさんと直接取引して輸入して販売する。それをやりたいんです。これだったらさ、まずは Amazon で販売しちゃえばさ、別にね、お店構えなくたって、ネットショップなくたって、ホームページなくたって、まずはできるじゃないですか。これだったらすぐ始められるから始めたいなと思うんですけど、なんで急に今始めたんだっていう話をしようか。ちょっとね、この次の動画で出す予定、ちょっと編集サボっててまだ出せてない動画があって、それがさ、ドイツについてので調べた動画なんですけど、まあそれがさ、まあ、ドイツについて調べて発表しますっていう動画なんだけど、やっぱ行きたいんだよ行きたいんだよ、直接海外に行ってね、海外の動物愛護事情を直接レポートしたいんだよ
じゃあけどさ、じゃけどさ、だけどさ、ね、海外行こうって思ったってさ、それをもうお金もかかるでしょ。でそれを動物愛護チャンネルだけで収益化しようと思ったら難しいわけよ。でどうせだったらさ、一緒に行くんだったらリトルとかだってさ、連れて行ける時だったら一緒に行きたいじゃん。向こうリトルが行きたいって言えばね。そしたらお金どんどんかかるじゃん。それさ、自腹でやってったら大変だよ。輸入業とか卸業も始めれば、動物愛護チャンネル、あと今後ね、僕が自分のセカンドチャンネル立ち上げて、セカンドチャンネル、さらに輸入業ね、卸、この3つの事業、3つの収入資金源でいけば収益化できるんじゃないか。もし収益化ができるんだったら、もうそんなのさ、行き放題じゃないですか。だからもうこれをやりたいんだよ、僕は。もう来年からどんどん海外行きたいじゃん。じゃあもう今年から、もう今からできることやっちゃおうよっていうのがね、始まりですよ。だからね、こんなライフスタイルを送るためにどうしたらいいんだろう、じゃあこの仕事しようっていう発想です。でね、今ね、もうすでに何社かね、面白そうなメーカーさんっていうのはピックアップしてるんですよね。そのリサーチしてて、で海外メーカーでこういうことを、こういうのを売ってるっていう人たちで、で一応 Amazon でもし販売したとしても、まあ利益は出そうだなっていうところをもうピックアップ何社もしてるんですけど、まあなんだろう、ね、この円安の時期に輸入買いっていう感じらしい。そもそも僕、輸入とか物販のノウハウがないんですよ。だからさ、2023年は、だ今年は一旦ね、もうペットショップ、ペット用品に特化はせず、もう売れるもの何でも売ろうというふうに思ってます。もう売れるものを売って、自分の中で実績とか自信とかをつけて、来年から本格的にペットショップやっていこうということでね、今考えてますよ。もうとにかく売れるもの何でも売ってやろうと思ってるんです。だってまずは輸入になれないと何にも始まらないでしょ。だからそっからですよ。でだからね、ペットショップとしての体裁が整ってくるのはもう来年以降っていう感じになっちゃう。まあそもそもさ、物販自体やったことないから、まあなんか売れるものがあるんだったら売らせてもらいたいんで、まあそんなね、海外メーカーとかそういうのだけじゃなくて、国内の方にもね、チャンスがあればどんどんいろいろチャレンジしていきたいなと思います。ということでね、こんな感じでちょっとやろうということで、やりたくなっちゃって、すごい、もうね、YouTube どころじゃなくなっちゃってたっていう状況なので、ちょっとまた今日からね、動画は再開したいと思いますけれども、うん。まあ、楽しくやります。YouTube もね、やって。まあ、あとさ、最近 YouTube をそんなに出す必要がなくなってたのが、その新しい保護犬が来ないっていうのもあってさ、まあ、ムーランはいるんだけど、まあ、ムーランも最近ね、すごい可愛くなって、まあ、前からね、可愛いんだけど、最近また可愛くなってんですよ。ムー太郎なんですか？ムタロウ何ですか？ムタロウ何ですか？何ですか、ムタロウ？ムタロウ何ですか？なのでね、またムーランの動画も出そうと思いますし、まあいろいろこれからこうチャレンジしていくんで、そのね、ネオペットショップができるまでの過程とかもね、いろいろこう動画にできたらなと思います。なので、もしこのチャンネルね、このチャンネル名も変わるかもね、そのうちね、ネオペットショップチャンネルみたいになるかもしれないね。まあそうなったらそうなったで、ね、まあまた楽しみにしててください。もうぜひね、もういろんな国行って取材したい、レポートしたい。うん。僕はだから施設を持つっていうよりは、本当取材とか特化型っていう風にね、もう舵を切っていこうと思います。もちろんさ、施設は持つよ。ね、持つんだけど、そんなにこう自分がこう関わるんだけど、その実際のお世話とかはそんなにできないよ。だって海外とか行っちゃうんだから。うん。だからそっちにね、振り切って、舵を切って、これからね、この半年、1年、2年、3年、これからね、頑張っていきたいというふうに思います。なのでもしこのチャンネル応援していただける方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。次はドイツの動画です。まあそれもね、楽しみにしてください。うん。頑張る。編集。まだ終わってない。じゃあ。